皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。いきなりですけど、指板上の音をしっかりと覚えたいという方、あとは指板上の音をある程度覚えているんだけど、なかなかポジションを自由自在に動くことができない方、いらっしゃいませんでしょうか。今回は、そういった方のために、ギターの指板上での動きでもですね、かなり重要な一つの、テクニックを紹介したいと思います。ここで紹介する弾き方なんですけども、フレージングを滑らかに弾きたい方、楽に早く弾きたい方にもおすすめの内容になっていますし、今回は C メジャーペンタトニックスケールの弾き方ということにフォーカスして進めていくんですけども、ここで紹介していくテクニックをマスターすることで、これからですね、例えばハーモニックマイナーやメロディックマイナー、オルタードスケールだったりとか、コンビネーションオブディミニッシュ、ホールトーンスケール、そういったスケールを弾くときにもですね、かなり強力な音楽的なツールになりますので、皆さん最後までゆっくりとご覧ください。では早速いってみたいと思います。実はですね、指板把握動画シリーズということで、ペンタトニックスケール、特にですね、 C メジャーペンタトニックスケールの指板上での音をこのように見えるようにシリーズで、いろんな、ポジションの弾き方やですね、指板上の音の覚え方を紹介してきました。まだご覧になっていない方は、下の概要欄に、リンクを貼っておきますので、そちらの方をご覧になってから、もしくはですね、この動画を見た後にでも、チェックしていただけるとより理解が深まると思います。ではまずちょっとペンタトニックスケールのおさらいをしたいんですけども、シリーズでですね、このような感じでペンタトニックスケールの音ですね、弾いていく弾き方を紹介してきたんですけども、やはりこうギターでペンタトニックスケールを弾くときというのは、このような感じで1本の弦上で2音ずつ弾いていく2ノートパワーストリングの弾き方というのがですね、一般的だと思います。今回はですね、ただですね、このペンタトニックスケールの、5ということを意味する、接頭語なんですけども、その5を意識しながらですね、このペンタトニックスケールを考えていくというのが今回ここで紹介したいことなんですけども、早速ですね、まずこのペンタトニックスケールをこのような感じで弾いていくと、どちらかというとそれぞれの弦で2音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 、あとはですね、こっちで弾いてみると2音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 1 2という感じになるんですけども、今回ここで、紹介したいのは、ズバリ2-3ペンタトニックスケールと、僕が呼んでるんですけども、2音弾いた後は3音弾く、そして2音弾いた後は3音弾く、2音弾いた後は3音弾くという 2+3 で5、この5という数字にですね、こだわったこの 2-3 ペンタトニックスケールという弾き方を紹介したいと思います。それで、まずですね、この、C のメジャーペンタトニックスケールの、ポジションを考えるときに、このケージドの、5つの、コードにまとわりつくように、覚えていくというのを紹介したんですけども、そのですね、今回ここのポジションとちょっと使ってみたいと思います。そうすると、まずペンタトニックスケールの音は、C、D、E、G、A、C なので、この音が、G です。そうすると、G、A、C、D、E、でこれで、この G、A で2音です。次の弦に行った時に C、D、E という感じで3音弾くことができます。それで、何度もくどいようなんですけども、このペンタというのはですね、5音からなっている、スケールなので、今の、5音を弾いただけで1オクターブの中にある音が、全て弾けるということになります。こんな感じですね。そうすると、ここからはですね、この今の 2-3 で弾いたものをごっそり上に上げていくことで、同じ、指使いのまま、この次のですね、オクターブのところに上げていくということができます。ちょっとここについて詳しく紹介したいんですけど、まずもう一度この G、A、C、D、E、それで、この音をずらすときにですね、オクターブ奏法、ウェス・モンゴメリーがよくやるオクターブ奏法を使ってずらすといいんですけども、そうすると6弦の3フレットにある G の音が4弦の5フレットで、そして6弦の5フレットが4弦の7フレット、こういう風になります。そして今度5弦の音が、5弦の3フレットの C が3弦の5フレット、5弦の5フレットの D が3弦の7フレット、そして最後、5弦の7フレットの E が3弦の、9フレットになります。そうするとですね、今さっきも言ったように全く、同じ指使いで、
このですねペンタトニックスケールの音を次のオクターブで弾くことができます。そして今弾いたやつをですね今度また1オクターブ上げることができるんですけども、その時はオクターブ奏法がですね、この1本弦を飛んで2フレット上がるのではなくて1本弦を飛んで3フレット上がる、こういったこともですね、まあ、ギターの特徴としてあるのでぜひ覚えておくといいと思います。ちなみに、このオクターブ奏法についてもですねこの指板上のですね音の並びそういったこととですね絡めながら、詳しく紹介している動画があるので、よろしければ概要欄の方の、リンクから見ていただけると、いいんではないかなと思います。それで、この音、G の音が今度は2弦の8フレット、そしてここの G の音が2弦の10フレットで、同じようにこの C の音が1弦の8フレット、 D の音が1弦の10フレット、そして最後 E の音が1弦の12フレットで弾くことができます。そうするとここで弾いた音が、こちらでも同じようなというか全く同じ指使いで動かすことができます。ちなみにですねこうやってこの動きになるとですね今度はですね 3-2 という感じになるんですけども、3つ弾いて2つという感じで、降りてみるのも、ぜひぜひ練習してみてください。ここまで見て、もうお気づきになった方はいらっしゃるかもしれないんですけども、実は冒頭で弾いていたフレーズというのはこのような感じで上がって、ここからはですねちょっとブルーノートの音を足してというのではなくて、というような感じで降りました。ですので、このですね同じ指使いをただ上げていくだけ、このような感じで弾けるので、まあ、早く弾くときにも、かなり効果的ですし、あとはですねこのような感じで、一つの弦で、2音弾くところと3音弾くところがあります。ですので、このような感じで、スケールをですね弦を、移動して弾くとですねどうしてもこのような感じで、隣の弦で弾くとレガートでできないようなところも、逆にこの 2-3 ペンタトニックスケールで弾くと、同じ弦でですね3を弾くことができるので滑らかな、フレージングを作っていくことができます。このような感じで、G、A、C、D、E の、2-3 ペンタトニックスケールが弾けるようになったらですね、ぜひとも、ペンタトニックスケールの、それぞれ5音のですねそれぞれの音から始める練習もしてみてください。ここでは、今さっきのようにですね詳しく解説していくというよりは、それぞれの、弾き方をですね、こうダイジェストという感じでちょっと弾いていきたいと思うんですけども、まずこの、E、G、A、C、D で始めた場合はですねこのような感じで弾くことができます。それで今度 G、A というのを今さっきやりました。で今度は A、C、D、E、G、 この感じですね、このような感じで弾くことができます。今度は C、D、E、G、A です。そうするとこのような感じになります。それで、最後がですね、D、E、G、A、C です。そうするとそれで、最後12フレットから始まるやつがここで最初に弾いた、2-3 ペンタトニックスケールと同じになるので、まあ、全てコンプリートという感じになります。このような感じでそれぞれの、2-3 ペンタトニックスケールが弾けるようになったら、最初に紹介したこのここと同じように下がっていく上がっていくという感じでですね練習することで、指板上の、音をですねこう斜めに横切っていくような感じで、スムーズに滑らかに、そしてですね同じフィンガリングで楽に弾くことができるので、皆さんゆっくりとですね時間をかけていろいろとやってみてください。では続いては、この 2-3 ペンタトニックスケールを、弾く時のですね、練習する時のポイントをいくつか紹介したいと思います。まずですねこの 2-3 ペンタトニックスケールを弾くときには、左手のポジション移動が、入ってきます。でこのポジション移動というのはですねこの左手の位置を、腕の方から手の方からグッと持ってくることを、ポジションチェンジというんですけども、どうしても、2弾いて3を弾いたところでは、ポジションチェンジが入ることが多いです。もちろんですねポジションチェンジをしないでこのような感じで左手の位置をですね変えないで弾くこともできます。ただ、僕はですねこのような感じで逆に、手をですね、しっかりと動かして弾くことでこの3
3つの指では出ないようなアーティキュレーションとかを作ることもできるのでおすすめなので、そのですね、左手のポジションチェンジについてしっかりとやってみてください。それで次のポイントなんですけども、次のポイントはここまでですね、先ほどもちょっと紹介したんですけども、 C の形、 A の形、 G、 E、 そして D という感じで、それぞれのケイジドというシステムを使ったそれぞれのポジションの形にまとわりつくようにペンタトニックスケールを覚えていきましょうということを紹介したんですけども、それと絡めてですね、このような感じで 2-3 ペンタトニックスケールを弾くときはですね、かなり早い段階で次の形に移ります。それでちょっとですね、しっかりと僕のちょっと左手を見てほしいんですけど、まずここに C のコードの A の形があります。で、今こう弾いているのが C のメジャーペンタなので、この形をですね参考にしながら考えていくと、次は C のコードの G の形、そしてここには C のコードの E の形があって、最後 C のコードの D の形があります。このケイジドを使ったペンタトニックスケールについてもですね、詳しく紹介している動画があるので概要欄の方から見ていただけるとより理解が深まるのではないかなと思います。では最初にですね、一番最初に紹介したこのポジションなんですけども、これを弾くときにただこう形として覚えるのではなくて、コードの形とも一緒にですね、まとわりつくように覚えるということをお勧めします。ちょっとですね、言ってみると、ここにある C のコードの A の形から始まって、ここではもう C のコードの G の形に行っています。それで G のコードの形からこっちに上がったときにはすでに E の形、そしてここに来たときにはここからこのような感じで D の形に移っているというのが分かると思います。これはですね、始める音を変えると、まあ基準になるポイントの、こうポジションの形も変わってくるので、それぞれ5つの音でやってみることをお勧めします。続いて3つ目のポイントなんですけども、これはですね、ギターの指板上でのですね、特にチューニングによる、この音の形の変化というところにも絡んでくるんですけども、ここまで 2-3 を弾くときにですね、6弦5弦、そして4弦3弦1弦2弦という形で紹介してきました。で、この 2-3 ペンタトニックスケールというのは、実はですね、この5弦4弦を使って2-3を弾いて、3弦2弦を使って 2-3 で弾くこともできます。ただですね、ちょっとこれ見ていただいたら分かると思うんですけども、ここのフレーズの形とここのフレーズの形がですね、この2弦と3弦をまたぐこの、まあ、チューニングが、超3度ということで、ここでこういう風に弾いてた形がここで弾くと、ちょっと変になってしまいます。ですので、この上側に来るこの形を1フレット上げて、2-3 で弾くということをですね、まあ、ちょっと意識しながら、この5-6-4-3-2-1 の形にもなれたらですね、今ここでも紹介した5-4-3-2 という弦の組み合わせの、こう 2-3 ペンタトニックスケールもですね、練習して、いろんなポジションでこの 2-3 ペンタトニックスケールを弾く練習をしてみてください。今回の動画以上です。今回はこうして、2-4-3を使ってペンタトニックスケールの、まあ、ペンタという5というところにですね、数字にこだわって5つの、こう形で弾いていく 2-3 ペンタトニックスケールを紹介しました。次回はですね、このペンタトニックスケールをさらにアドリブで活かすためにですね、コードでソロを弾いたりするときや、あとジャズ的な手法で弾いたりするときに効果的なペンタトニックスケールのある弾き方を紹介したいと思います。 YouTube のチャンネル登録がまだの方はぜひ YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画が参考になったなという方はいいねボタン、あとベルボタンを押していただけますと、僕が新しい動画を公開したときに皆さんの方にお知らせがいくと思いますので、ぜひお試しください。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。